鈴木亜美が第3子となる女児を出産したことを報告。赤ちゃんの写真を見たファンからは、すでに似てる気が、の声も。歌手、鈴木亜美が16日、公式インスタグラムを更新。第3子となる女児を出産したことを報告した、画像、生まれたばかりの我が子とのショットも。昨日15日に誕生。鈴木は、8月15日午前10時21分可愛くて小さな姫が誕生しました。母子ともに健康です、と報告。たくさんの応援コメントにはすごく励まされました。ありがとうございます。これからも長男、次男、そして姫をよろしくお願いします、と記すと、生まれたばかりの我が子を胸に抱いている写真や、小さな足の写真などを投稿している。今年4月に妊娠を公表。鈴木は2016年7月に7歳年下の一般男性と結婚し、2017年1月に長男、2020年2月に次男を出産した。今年4月に第3子を妊娠していることを公表。先月には赤ちゃんの性別が女の子であることも報告していた。すでに似てる、の声。鈴木の第3子出産報告に、ファンからは、おめでとうございます。ママも赤ちゃんも元気そうでよかった。まずはゆっくり休んでください。と祝福やねぎらいの声が集まった。また、かわいい、なんかすでに似てる気がとの声や、男群はデレデレでしょうね。お兄ちゃんたちに可愛がられるぞ姫。と家族の反応に思いを馳せる人も見受けられた。